おはようございます。6月1日月曜日 AM テクニカル分析です。オレックス TV ジャパンの岡田の子がお送りします。朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析でこれまでの値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測します。それではアセンダントの山中さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。 金曜日の東京市場では黒線の買いが一時的に強まったものの、その後海外市場に入ってからはユーロドルを中心にドル売りの流れとなりました。ユーロドルはニューヨークの引けに向けて一段高となり、1.4168レベルの高値、ほぼ1日の高値圏でのクロスとなったわけなんですけれども、大幅に上昇すると。またそうした動きにつられて、ドル円でもドル安円高の動きとなり、95円の丸1レベルと、 ドル円の方も、ま、前日のドル高値から考えると、ま、2円以上円高の水準ということで、ま、全般にま、ドルの弱い動きでのクローズとなりました。それでは本日は、またユーロドルのチャートを見てみたいと思いますけれども、ユーロドルのこの1.41台半ばというのは、ま、昨年12月以来の水準ということで、ま、年次来の高値をま、再び更新しているという状況です。 週足のチャートを見ると、今現在の、一目均衡表の雲の上限が、1.4184レベルというところにありまして、ここを抜けてくると、週足均衡表における三役の好転が視野に入ってきます。一方、月足チャートでは、この1.4184という水準、ちょうど基準線があります。 まあこうしたことを見てみますと、まずは1.4184というのはですね、まあ、非常にマーケット参加者には気にされる水準ということで、この1.4184をターゲット、兼レジスタンスにする動きということは間違いないところだと思います。 まあ本日もこの1.4184というところがマリジスタンスになってくると思うんですが、まあ今週どこかの段階でここを抜けてくるかどうかというところがまあ今週の最も大きな注目かなというふうに考えております。サポートとしては1.4080レベルという流れです。以上です。山中さんありがとうございました。以上 AM テクニカル分析を終わります。次の放送は。 午後1時頃から FX ウィークですホレックス TV ジャパンの岡田のり子がお送りしました